あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、栃木県足利市大前町にある亀の角さんへやってきました。こちらのお店はカレー専門店のお店です。外に本日のカレーが出てますよ。店内はテーブル席とカウンター席があります。ゆったりできる店内です。それではメニューを見ていきましょう。亀の角さんではカレーの1種と2種、どちらかになります。メニューはだいたい1週間で決められており、今回はこの2種類のカレーから選びます。まずはこちら、濃厚塩麹ラッシー200円です。様々なラッシーを今まで飲んできましたが、塩麹のラッシーは初めてです。KP、ラッシーめちゃくちゃ美味しいでございます。とろとろ濃厚なヨーグルト味のドリンク。カレーには絶対欠かせないアイテムです。ヨーグルトからほんのり塩を感じる。すいません、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。カレー2種、1080円です。カレーの1種と2種で80円しか変わらないということで貧乏症が出ました。カレーはワンプレートになっていまして、サラダ、2種類のカレー、ご飯が乗っています。見た目でも美しいこのカレー、とてもいい匂いがしています。いただきます。まずはサラダはどうだろうか。もやしに人参、下にはレタスが敷いてある。これはコーンフレークだろうか。もやしの味付けと人参の味付け、すべての味付けが違うため、いろんな味を楽しめる。まず一つ目のカレーはチキン、キノコ、バイマックルのカレーです。バイマックルとは乾燥したコブみかんの葉のようです。このバイマックルのスパイスの香り、とてもいいです。チキンから出る旨味も最高です。キノコの食感もとてもいい。ご飯はサフランライスでしょうか。今回ご飯は普通盛りにしていますが、大盛りにしておけばよかったと後悔しています。大きめなチキンですが、ホロホロでとても柔らかい。辛みはほぼなく、飛ぶうまさです。2個目のカレーは、青じそ昆布キーマです。青じそと昆布ということで、日本風の仕上がりになっているのでしょうか。キーマは大好きです。こちらのキーマカレー、やばいです。梅のメニューは、ほとんど頼まない性分ですが、ぶっ飛ぶうまさです。このキーマカレーは、肉がたっぷり、梅や昆布、様々な味がして飽きずに食べることができます。カレーの上にはシソも乗っており、和テイストのカレーですが、これまたとても本格的で美味しすぎる。足利ナンバーワンのカレーと言っていいだろう。さらに味変でこの2種類がやってきた。まずは高菜のふりかけ、唐辛子のふりかけがやってくる。辛いのは得意な方ではないが、入れてみよう。見た目がさらに美しくなる。カレーにも合いそうなふりかけである。うまげ。二つを入れた。一口食べてびっくりする。オリジナルで食べたカレーより旨味が増し、とても合うではないか。高菜の食感や香りもとても良く、カレーの風味もアップする。唐辛子フレークは辛いと思いきや、そこまで辛くはなかった。あまりにもこのカレーに合うので、高菜はおかわりした。高菜を入れることで、カレーと高菜、いいとこ取りをしているような気がする。この唐辛子は、以前はオイルだったのだが、フレークの方が評判がいいということで、フレークになったそうだ。今まで本格的なカレーはたくさん食べてきたが、ナンバーワンをつけていいだろう。味に奥行きと深みが出て、いろんな味を感じることができる。カレー2種類の方にどっちもかけたが、どっちも合う。亀の角さんは週替わりでカレーが変わるので、すべてのカレーを制覇したいと思った。前回来た時も美味しいと思ったが、今回うまさを再確認することができた。また来たいと思う。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしているMOチャンネルです。本日の亀の角さん。週替わりで変わる本格的カレー。今日食べた2種類、とても美味しかったです。別のカレーも調整してみたいと思いました。店員さんは神対応、裁縫確定。本日はごちそうさまでした。極められ